はい、おはようございます、ラスカルでございます。ということで今日はですね、ちょっともうサムネイルにも出てるかと思うんですけど、ガチ対決の動画となっております。今回ですね、訪れておりますのがラーメンショップ石川店さんということで、僕ら大食いがですね、もうみんなお世話になっております。通常の並盛りをいっぱいいただいたりですとか、デカ盛りいただくんですけれども、今日は並盛りを何杯食べれるかという対決となっておりまして、今日ですね、対決していただくリュウさんでございます。お願いします。お願いします。先日ね、テレビの大食いの大会で初めて僕らはご一緒させていただいて、はい、あ、そうですね、はい、でもね、いろいろと自分の動画もしくは、ガオーだったりね、大食い系の YouTube の動画でもブイブイ言わせている大注目の新人さんとですね本日はがっつりとガチでラーメン対決していこうと思います。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。本日のルール説明、石川店さんの並盛りラーメンを使った大食い対決、醤油と味噌の2種類が30分間交互に提供される中で何杯食べられるかの勝負。要はもちろん出来立て湯への熱々提供が難易度を上げており、熱さをどう攻略するかも重要なポイント。全てが完成直後ベストな状態で提供されるので、本気の勝負ながら最高な状態のラーメンを食べ続けられる素晴らしい企画となっております。はあ、インサートを見ていたらお腹が空いてきたのだ。じゃあせっかくですから、パンちゃんから3秒前でいただきますか。お願いします。はい、はい、いきます。お願いします。3、2、1、スタートです。いただきます。いただきます。うわー、うまそうだけど、はあ、戦いか。くそうまいっすね。うまっ。ゆっくり食べたい。うん。後で食べましょう。うん。あっち。おかわりお願いします。じゃあ僕もお願いします。味噌うまそう。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱ早いし綺麗だな、食べ方が。熱々ですね。でも熱々っすね。やけどそう。うん、味噌うま。味噌うま。次もお願いします。はい、はい、僕もお願いします。はい、うん、早い。ベストタイミングですね。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます。味噌めっちゃうまくないですか。味噌めっちゃうまいですね。うまいですね。絶対後でゆっくり食べよう。ありがとうございます。いただきます。すいません。どっちも美味しいよ。味噌の方が好きかもしれない。うん、これ味噌たまんないですね。次お願いします。はい、
酵母っていいですね、なんか。いや、酵母いいですね、うん、普段の大食いだと一種類ずっととかだったりするんで、うん、最後まで楽しめるかも。次もまたお願いします。はい、行きます。すいません、ありがとうございます。いただきます。次もお願いします。やべえよ、全然話せないよ早めっすよね、ペースね。いや、ペースだいぶ2人とも早いと思いますよ、俺。おかわりお願いします。ありがとうございます。ごめんなさい、マッチいな、おい。うん、お願いします。ありがとうございます。おかわりお願いします。マジ2人とも1分前後で食べてますけど、20杯近くもう出てると思うんですけど、調理が滞らない、すごすぎるやばい、10分で20杯半端じゃないです15分くらいでお腹いっぱいになりそう。いや、もうね、ちょっとお腹いっぱいですありがとうございます。おかわりお願いします。あります。マジで合ってるな。僕なんか本当に先行型なんで、ちょっとぶっち抜けないとマジで焦りますね。同じくですありがとうございます。久々に対決だったらペース間違ったかもこれ美味しいです。詰まりが怖いですね。今回どうしても提供が間に合わないとね、普通よりも固めに茹でていただいているので、やっぱ大食い的には詰まりやすいかもしれないですね。絶対ペース間違ってるやつですね、うんうん、2人とも分かってるんですけど、うん、お腹いっぱいじゃなくて今ちょっと詰まり気味で、うん、お腹下がっていかないですね。下がらないですねでも毎回美味しいのが嬉しいですね。そうですね、確かに出来たてだからずっと美味しいっていうのが一番ありがたいかもしれないですね。ありがとうございます。あと、ついでピッチャーとかでおかわりお部屋、ここにいただいていいですか。ありがとうございます。ごめんなさい。すいません。まだ9分もあんの？そう、もうね、ちょっと肘がつきたくなるぐらいお腹いっぱいになってきましたね。僕も何回か肘ついてます。なります、なります。
願いします。だんだんラーメンを食べるペースが一般人の方に近づいております。あの普通のお客様と変わらないですねうん、同じ気持ちです詰まりですかやばい、詰まってるだけなんでもっと食べたいっていう気持ちはあるじゃないですか。わかるっす。だからガッツきたいんですけど詰まっちゃってるから、あの無理なんですよね、そういう時。そうなんですよ、物理的にわかるわ。今2人ともあのガチです。ちゃんと喋ってますけどガチ勝負です。はい、この美味しい美味しい味噌ラーメンをちょっと完食狙いますね、僕は。最初は1分1杯で食べられちゃったものが3分経っても食べられなくなるのが大食いです、ね、でも何なんでしょうね、なんか胃にはキャパあるのに入らない、ペース落ちますよね。もうこうなると無理なんですよ今メンタルを聞いていますもんね、やっぱり、ごちそうさまでした、うん、あごちそうさ、うん、じゃあパンちゃんからの結果発表お願いしてもいいですか。はい、はい、杯数は全く一緒です、はい、だから今からちょっと残した残量の中身だけを計量します、はいはいはい、やっちゃってください。お願いします。じゃあもうあの2人のメインカメラあっちなんで、このあと、はい、大食いの撮影が控えているマックス鈴木さんが、はい、ごめんなさい、ちょっとせっかくなんでね、マックスさんが結果発表したいと思いますので、はいはい、お願いします。私マックス鈴木がお二人の
30分、はい、ラーメン&味噌ラーメンの対決の結果発表させます。まず、お二人とも、12杯は完食されております。12杯、はいはいはい、で、結構細かな、残量勝負になっております、はい、じゃあラスカル君からいきましょう、はい、いきましょう。私ラスカル君残量 18g、18g、はい、はい、すごい、ほぼ食べてるんです。いや、すごい。対するリュウさん残量58g。 よって、この勝負ラスカル君の勝利。多分だよ、多分、はい、ごめんなさいね、出さばっちゃって僕の感覚ではラスカル負けたと思ってる。うん、負けですね、だと経験の差がありすぎる。じゃあちょっと正直な感想、エンディングというか締めというか、大食いって本当に食材の経験で時間の経験含めた強さなので、僕がキャパどうこうじゃなくて勝たなきゃいけない試合ではあったと思うんですよ。でも 40g しか勝ててなかったってことは、本当に今マックスさんが言った通り負けです、ほぼ。もうそれぐらいの試合でした。見て動画を見てください。もちろん、ね、概要欄にもチャンネル貼ってますので、よろしくお願いします。とんでもない量を食ってます。正直マックス鈴木さんよりも面白い動画を撮ってますんでね。いや、勘弁して。ラスカルあれよりも面白いですよ。まあぜひね、見てもらいつつ、ちょっと改めてね、この企画以外にもリュウさんの、人柄すごく素敵な方なので、飲み撮影とかね、お話ができるような撮影もまたねしたいと思いますので、そういった動画もお楽しみください。はい、ということで僕の締めはこんな感じで、リュウさんもお願いします。乾杯です。ハードルがめちゃくちゃ上がってるんですけど、まあ、これから少しでも、ね、レジェンドの方々に追いつけるように頑張っていきたいなって思ってるので、応援よろしくお願いいたします。ぜひお願いします。今日は本当にありがとうございました、ね、ありがとうございました。またね、お互い双方の動画、次の、ね、動画も楽しみにお待ちいただければと思います。はい、それでは改めてごちそうさまでしたということで。ごちそうさまでした、はい、ありがとうございました。